大阪市庁舎は大阪市の庁舎である。西区江の小島上野町にあった木造2階建ての仮庁舎で1899年12月29日から使用された。本建物には市会議場が存在しなかったため大阪市の議会には大阪府の議事堂が利用された。北区道島浜通り2丁目にあった木造2階建ての議事堂を持つ仮庁舎で 1912年5月に竣工し、1912年5月18日に、旧庁舎から移転するに至った。1911年2月、大阪市会では、大阪、中野島公園の地に新庁舎を建設するの儀を定めた。市は、その設計案を検証募集とすることで一般の案を募り、1912年9月に行われた審査の結果、 応募された65案中3案が優秀案に選定され、この3案を参考に設計されることとなった。優秀作の第一席は台湾総督府理士小川陽吉の案であった。計画は大阪市の財政事情により延期されながらも、1917年6月、片岡安により実施設計が行われた後、1918年6月に着工し、 1921年5月に竣工した。この三代目長子落成を記念して大阪市課が制定されている。1982年1月に新庁舎の第一期工事が完工した後、1982年5月7日に閉庁式が取り行われ、1982年6月11日より取り壊しに着手され、1982年12月には、 地上部の解体工事が完了し、跡地には新庁舎の第2期工事が1986年1月27日に完工した。様式は金政復興式とされる。戦後の1961年8月には庁舎を解体撤去した跡地及び、庁舎と大阪府立中野島図書館の間にあった、報告神社跡の敷地に新庁舎の新築が計画されたが、 その後の1964年9月に報告神社跡地に仮設の別館が建設され境愛が緩和されたことなどによりこの時点では実行されなかった。その後も引き続き庁舎及び周辺建物の建て替えは大阪市の内外で議論され、大阪市では1968年3月30日に市庁舎建設基金条例が制定され、 毎年3億円が新庁舎の建設基金として積み立てられることとなった。また、1972年から1976年には庁舎の調査が行われた。その結果を要約した大阪市の資料では、耐震補強、回収などの手段によって安全に運用することは可能としながらも、それらは暫定的な措置に過ぎないとしていた。 1974年2月25日には、日本建築学会が、大阪市庁舎、日本銀行大阪市店本館、大阪府立中野島図書館、大阪市中央公会堂の4、建物を永久に保存するべきであるとする要望書、中野島東部の景観と、歴史建造物の保全に関する要望書を大阪市長宛てに提出。1976年8月、大阪市は、 三立地4構想案として、庁舎を保存、改修した上それに隣接する別館を建て替える。案、庁舎及びそれに隣接する別館をそれぞれ、解体撤去した上一体庁舎を建てる。案、私立中央体育館後に新庁舎を建設する案、大阪駅前第3ビル、大阪駅前第4ビルを市庁舎として利用する案の4案を公表し、一般の意見を募った。 その後大阪市の市庁舎問題調査委員会では大阪市役所は中野島に留まるべきとした上庁舎は改修によって保存活用は可能だとしながらもそれを呼び別館を解体撤去し敷地を一体化して新庁舎を建てることが最も望ましいとする意見書を1976年12月20日付で大阪市庁宛に提出した大阪市では設計を 指名設計協議により行うことにし、村野東吾、竹越健造の両名に建築顧問を移植した上、浦部建築事務所、大建設計、東馬建築事務所、日建設計、安井建築設計事務所の5事務所を指名した。それには、上述事務所には、設計要項が1978年5月に示され、1978年7月10日を、締め切りまでに、 各事務所一案合計5案の提出があり、1978年8月18日に行われた最終審査では日建設計案が採用され、この他の4案も参考に供されることになった。各して実施設計は日建設計大阪市都市整備局により行われることになり、第1期部分の実施設計案は1979年1月に発表され、 第二期の実施設計は1980年3月に完了した。そして、別館を解体撤去し、本建物の第一期部分を建設する工事の起工式が1979年4月23日に行われ、1982年1月に竣工した。その後、庁舎を解体撤去し、本建物の第二期部分を建設する工事が1982年5月に、 着工し、1986年1月27日に、竣工した。外装は、加工岩張りで、市民ロビーと称される空間には、旧庁舎の遺構が展示されており、その外装であった、加工岩も一部再利用されている。ありがとうございます。